こんにちは、翔太です。今日もグラクルやっていきます。今日は長ボス戦のヘルやっていこうかなと思います。でメンバーこれです。はい、っていう感じでやっていこうと思います。サリエル、ゼルドリス、エスカノールで、サブにデスピアスですね。これでやっていこうかなと思います。ちょっとね、僕ハロウィンゴーセル持ってないんで、エスカノールの枠ハロウィンゴーセルにしたかったんですけど、ハロウィンゴーセルいないんで、これでやっていこうかなと思います。まあ必殺ゲージ削りが2人おるんで、まあいけるんじゃないかなと思ってやっていきますと。で、はい、まずはまあポイント稼ぐんだったらあれですね、左というかガランから倒すっていう感じなんですけど、僕はどっちかって言ったらもうポイント稼ぐっていうよりはもう倒すっていう方でやっていきたいと思います。なんでメラスキュラから倒していきます。クリアするっていうんだったらやっぱメラスキュラから倒していきたいですね。なんかポイント稼ぎたい人は、まあ、ガランからやるのがおすすめですね。まあ、僕はちょっとね、あのガランからやってるとやられちゃいそう、やられちゃうかな。まあ、まだ試してないんですけど、まあ、多分ね結構苦労すると思うんで、あのメラスキュラから倒していきますと。でこれで多分ガラン倒せるかな。あと一発入れていく。で倒していきますと。でこれでフェーズ1終了ですね。はい、やっぱサリエルのクリティカルが強いんで、やっぱサリエルは外せないですね。でまあエスカノールも強いから、もう本当にアタッカーしかいないって感じですね、このパーティー。はい、でフェーズ2ですね。フェーズ2になると、あのそう、必殺ゲージ削られちゃうっていうかリセットされちゃうんで、まあ、それがちょっと痛いですねっていう感じでやっていきます。でまた、フェーズ1と同じように僕はメラスキュラから倒していきます。プッシュついちゃうんでね、ガランから倒すと。でまあそこでポイントをガンガン稼ぐっていう感じなんですかね。皆さん、まあ僕はちょっとねクリアしたいんで。やべ、死ぬわ。ゼルドリスここ死んちゃうんすけど、まあしょうがないっすね。もうゼルちゃんはごめん。まあ死ぬ前にね、必殺ゲージとあとダメージ与えてもらって、いや削り切りたかったな、メラスキラここで削り切れませんでしたね。はいはいはい、痛い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 、ゼルドリスお亡くなりになってしまう。頭の悪い子ね。で吸血されちゃう。で変身っていうのかな、これなんか変身する。でまあ必殺ぶち込みの必殺ゲージ削りつつガラン削ります。で削っていく。チャージ&ファイヤーで必殺ゲージも削っていく。まあすぐね必殺貯められちゃうんですけど、まあでサリエルの必殺が溜まったんで、サリエルの必殺ぶっ破してジジかな。まあサリエルの必殺ぶち込みのですね、で必殺ぶち込んでフェーズ2もクリアと、という感じでヘル攻略できました。まあこんな感じですね。はい、ポイント2700、うん、全然ですね。うん、
はい、という感じです。まあクリアするだけだったらこんな感じでサクッとなのかな、クリアできるんで、ぜひ試してみてください。まあテンプレもね、あれですもんね、あのサリエル入りでやってるんで、テンプレートはサリエル、ゼルドリス、ゴーセルでデスピアスか。やっぱり僕今デスピアスレベル60なんですけど、まあ、あの特殊戦技がね優秀なんで、クリティカル耐性 30% 下げるっていうところと、あとサリエルのこの音調がねいいんでね、相性がいいんでクリティカル下げまくりですね、敵のっていう感じで、今日は、ヘル攻略してみたっていう動画になります。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。